はい、皆さんこんにちは。見極めライブ YouTube ブルーステージです。本日は、NTT 都市開発様より、清水様にお越しをいただいております。清水様、本日はよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、それではですね、私から本日の流れだけ簡単にご説明をさせていただきます。今からですね、企業説明大体まあ15分前後ぐらいでお話をいただいた後に、Q&A というような流れで、説明させていただきます。で、 Q&A の方は、もう私からいただいた質問、基本的に清水様 NG なしということだったので、はい、続々いただいた質問は私から振らせていただければなというふうに思っております。で、一点だけ事務連絡ではございますが、こう今ご視聴いただいている方が見てたよっていうのが、清水さんに分かるようにですね、チェックインだけ忘れなきようにチャット欄から、チェックインできますので、ご確認賜れればというふうに思います。それではですね、ちょっと私が長くお話ししてもしょうがないので、ここから企業説明の方に移れればなというふうに思いますが、清水様、スライド等の準備も大丈夫そうでしょうか。はい、出ました。では、表示させていただきます。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、私の方から NTT 都市開発の会社説明をさせていただきます。はい、まず最初にですね、ちょっと私の、簡単な自己紹介から入りたいなと思いますけれども、私、入社がですね、2015年入社で、今入社7年目というところになりました。同期は11人いますというところですね、仲良く写っている同期の写真もちょっと載せさせていただきまして、これ、NTT なので、N のマークをこうやってるんですけど、中にはちょっと逆のでやってる不届き者もいるんですけど、それは気にせずというところで、今でもですね、一人もかけることなく仲良くやってますというようなところで、ちょっとアピールをさせていただきました。で、経歴なんですけども、2015年入社というところで、最初がオフィスのプロパティマネジメント、管理運営ですね、という仕事をやってまして、実際の不動産に触れてくるという仕事をやりつつ、2016年からはですね、管理、実際にある建物の管理だけではなくてですね、これから出来上がっていく新規プロジェクトの、開業前準備業務と呼ばれる、これからの管理をどうしようかというふうなことを考えていく立ち上げ業務のチームに配属になりまして、私の今後ろに背景で映っているこれ Wiz原宿という原宿の当社の商業施設と住宅という複合施設なんですが、その Wiz原宿のプロジェクトにも入ったりとか、いろんなプロジェクトをですね、管理の側面から入るということをやってました。2015年から18年という3年間はですね、主に管理運営というところをメインでやってましたというところで、2018年からですね、商業ホテル開発業務というところで、実の不動産のより上流部分の開発業務に携わってきまして、ホテルの開発プロジェクトの推進というところだったり、あとはホテル商業関わらずですね、用地取得というところで、最初の初期段階、本当にプロジェクトを始めていくというところの用地取得のフェーズからというところで携わさせていただきまして、現在に至るというところで、7年間ですけども、不動産非常にこう息の長い仕事というか事業なんですが、開発から管理運営というところまで、一通りを経験してきて、というところで今現在に至るというのが私の今のキャリアです。はい、でですね、ディベロッパー業界、本当に全然どういった学校で勉強していたかみたいなのが有利とかは特にないんですけど、私は建築学科というところで建築を学んでまして、建築構造力学、ちょっと硬い名前ですが、どんな建物が地震に強いかみたいな、そんなことを研究したりしてました。はい、で、趣味はですね、バスケというところで写真を載せさせてもらってますけど、もう幼い頃からですね、ずっとバスケしかやってこなかったというところもありつつ、旅行とか、最近ではなんかスマート家電とかですね、e スポーツみたいなところもちょっとこう、趣味になってきてというのが、最近の私のトレンドというところで、僕の話はこれぐらいにしておいてですね、一応、当社ですね、総合不動産ディベロッパーと呼ばれる職種になります。で、ちょっとなかなかとっつきにくい仕事内容とかよくわからないというところもあるので、簡単にだけご紹介させていただきますと、我々の仕事と一言で言えば街づくりというところです。で、誰に向けた街づくりなのかというところを考えたときに、我々のお客さんというわけではないんですけれども、一番最初にターゲットにしていく人たちはやはり街のユーザーという方々になります。で、その街のユーザー、そして街が抱える社会課題だったり、そしてその街ならではの未来づくりというところを、多岐にわたって我々不動産ディベロッパーが、手を差し伸べていくというようなのが我々の事業です。で、用地取得からずっとハード面の開発というのが、建物を開発したりというところですけど、そういったところから、エリアマネジメント
というところまで、非常に長い時間でですね、その町に付き合っていくというところが我々の仕事です。はい。で、具体的にというところですけれども、私が先ほどお伝えした用地取得というところです。我々不動産なので、土地を仕入れたり、借りたり、いろんな立場からですね、その土地の一員、町の一員になっていくというところから始まります。で、我々が開発していくにあたってですね、用地取得、再開発事業だと合意形成、さまざまな地権者の方とですね、どういう町づくりにしていこうかというような町づくりビジョンを策定したりと。というところで、一番最初は我々がもう未来を描いていくというところから始まります。で、商品企画開発推進というところでですね、実際に設計をしたりですね、コンセプトをメイクをしたりだとというところで、どういうものづくり、どういう空間づくり、どういうエリアづくりをしていくかというところを考えながら、建物が出来上がっていくと、我々営業販売リーシングというところで、オフィス、商業、住宅、ホテルいろいろありますけれども、使っていただく方だったり、その建物に入居していただく方に対しては我々の建物の魅力だったり、というのをお伝えしながら、竣工開業に向けてですね、準備を進めていくというところで、できて終わりというわけではなくてですね、そこから、運営管理、それからエリアマネジメントというところを通じて、長く町に、溶け込んでいくような、愛されるような町づくりをしていくというのが、我々の事業。これが、さっきの絵のみたいに、サイクルでこう回っていてですね、次から次へとこう町づくりを一つずつ進化させていくというのが我々の仕事です。はい。それぞれですね、最初の頃どんな町づくりビジョンにしていこうかとか、提供できる価値は何だろうとか、あとは街に皆さん愛着を持ってもらうためにはどうしようかみたいなことをもう我々が一から考えてですね、発信していくというのが我々の仕事の流れというところです。はい。不動産総合デベロッパーというところは大手各社さんいらっしゃる中で、我々もその一員でですね、いろんな仕事をさせていただく中で、我々当社 NTT 投資開発の特徴というところで、どういうところがあるんだろうということで、お伝えさせていただくと、3つ大きくあるんですが、まず1つ目はですね、我々総合不動産デベロッパーというところで、多彩な事業領域を持ってますというところで、オフィス、シェアオフィス、商業、住宅、ホテルリゾートなんて、様々な、用途、アセットを活用しながら、街づくりを行っていくと。で、その街ならではの開発をしていくというのが我々の特徴です。で、ハード面、空間のそのオフィスとか住宅という、建物だけではなくてですね、そこに ICT だったり、人々に愛されるようなデザイン、空間づくりだったり、それから不動産承継かなと呼ばれるような、金融商品にするというような、その建物の用途変換というか、使い方の工夫だったり、あとはさまざまな企業さん、ステークホルダーの方とのアライアンスを組んでですね、新しい価値提供をしていくなんてことも、我々不動産、総合不動産デベロッパーとして、いろいろその町の最適解というところをですね、考えているというのが、NTT 投資開発の特徴でして、もう少し踏み込んでいくとですね、我々 NTT 投資開発、写真とかをたくさん我々の事例載せていますけれども、我々町づくりのオーナーなんて呼び方もしたりしてます。もちろんユーザーの方でもそうですし、その町を良くしたいと思う方々はですね、行政、自治体、それからその企業、地元企業の方だったり、またまた商店街の方だったり、文化施設の方々、いろんな方がいらっしゃる中で、我々はその町に一番合っているというか、皆さんがそうだよねって思うような町づくりをしていくというところで、こういったような不動産のアセットを組み合わせていくところで、近年我々の会社の動き方としてもですね、少し変えてきた部分がありまして、我々に自投資開発、もちろん不動産開発をやっていく会社ですけれども、より、多岐にわたるというか幅広い視点でですね、街づくりを行っていくために、元々あった NTT ファシリティーズという建築エネルギーを扱う会社と兄弟会社になりまして、その親分になるような会社で NTT アーバンソリューションズ会社を立ち上げまして、街づくりを統括的に推進していくような会社、もっと街づくりを俯瞰的に見ていくような会社を作って、そして今年なんですけれども、今年の7月にですね、シンクタンク機能を持つアーバンソリューションズ総合研究所というところと、それからマネジメント機能というところで NTT アーバンバリューサポートと会社2社を立ち上げまして、さらにこう街づくりの体制というところを、充実させていくというところが、我々 の会社の少し体制も変えてですね、力を入れているというところで、我々 NTT グループ、皆さんご存知だと思いますけれども、様々な大きな会社がありまして、
各都市や地域とのパイプを NTT 東日本や西日本が持っていたりするものだったり、あとはグループの ICT ソリューションなんてものをですね、ドコモ、データをはじめとした大企業が持っているものをですね、そこと連携してまちづくりを行っていくというところで、いわば NTT アーバンソリューションズは、まちづくりにおける NTT グループとしての窓口というところで、NTT グループがまちづくりをしていくという中で、一番最初にアーバンソリューションズにお声掛けください。アーバンソリューションズで統括的に行いますというような、そういうような会社体制にしていったというところで、我々の特徴として、大きな特徴として挙げられるかなと思っています。はい。で近年ではですね、そういったような我々の体制や、特徴というところを生かしてですね、神戸のアリーナ事業だったり、仙台の事業だったりというところで、少しご紹介させていただければと思います。神戸のアリーナ開発事業は、神戸市のウォーターフロント事業ですね。で、これは NTT ドコモと協力してですね、アリーナを開発していくというところで、新たなこうにぎわいだったり、人たちが集まってくるようなにぎわいの場をこう創出していくようなプロジェクトですね。新しいそのアリーナというところで、コロナもありましたけれども、今後のそういったような感染とかスポーツ観戦とか、イベントの催し方もこう 5G を活用した、新しい、開催方法だったり、価値提供みたいなものをですね、ドコモさんと協力しながら作り上げて、我々は主に空間作りだったり仕組み作りというところで、グループとタッグを組んで行っていくという事業だったりですね、仙台中央ビルに関しては我々 NTT 仙台中央ビルというものがあって、それを改めて建て替え事業、再開発事業をしていく中でですね、東北大学が持っている次世代のというか、世界最高水準の研究施設、ちょっとなかなか研究内容までは私は詳しくはないんですけれども、最高水準の研究施設のと、NTT の中央ビルというところで、オフィスとかワーキングスペースとか、アパートメンツだとかイノベーションスペースなどを作ってですね、ここを NTT 東日本の持つデータセンターで、高速大容量の通信技術でつないで、新しいイノベーションを起こしていくという仙台エコシステムなんていうものをこう仙台全体で取り入れてですね、新しい街づくりを行っていくというものもあったりします。はい。そして NTT 都市開発の特徴を次に行きますけれども、さまざまなエリアの開発やってますよというところで、日本全国だけじゃなくてですね、世界中でもやってますというところで、ヨーロッパ、我々1号物件ヨーロッパから始まったんですけど、ヨーロッパ、東南アジア、それからオーストラリア、それでアメリカというところで我々事業領域を展開しているというところです。はい。で、特徴その3というところで、若手もベテランも自由活発に本当に意見をこう述べ合っているような、チャレンジ精神があって、なおかつこうすごく風通しのいいような社風というところが我々の特徴かなと、思っています。で、秋葉原に我々本社があるんですけれども、ワンフロアにですね、すべての部署が、社長から新入社員までワンフロアにいるというところで、本当にすぐ、そういう横の廊下をですね、こう社長が通ったりだとか、それこそこの間一緒に仕事をした他の部署の人が、ちょっとした、こういったようなスペースがあってですね、ちょっと雑談というか、フリースペースみたいなものがあるんですけど、ここでこう一緒に最近どうみたいな感じで話をしたりとかっていうところで、すごくその、上下関係もこうあまりこう気にすることなくですね、自由か活発な意見を述べることができるというような環境があるというところと、あとは若手からの発信行動を歓迎する社風というところがあってですね、非常にその我々ディベロッパー業界の中でもできて35年というところで非常に若い会社でして、やっぱり設立当初から若手に対する裁量だったりチャレンジ精神みたいなところのこう文化はやっぱりあってですね、やっぱり我々ディベロッパー業界としてはまだまだ若い会社なので、もっともっと新しいこと、我々がチャレンジしてこなかったことをもっとやっていこうというような社風があるので、そういった意味でも若手に対する期待度だったり、こう任せてくれる範囲というのは非常に大きいものがあるかなと思ってます。はい。あとはですね、そういったようなこう風通しのいい社風っていうところをより加速させるためにですね、さまざまなワーキングだったり勉強会、サークル活動みたいなものも、活発に行われてます。ワーキングとか勉強会に関しては、すごくこう実際のプロジェクトの企画につながっていくようなものがあったり、あとは純粋なナレッジシェアみたいなところでですね、各部署どういう仕事をしているのだろうっていうところをこうお互いに共有し合うような場
ということを作ったりというところで、あとはまあサークル活動についてはですね、私もまあバスケをやっていたところもあって、あのバスケをやりたいという人が体育館一緒に借りてこうやったりだとか、あのうちのなんか人事担当はサウナが好きなあの人事担当もいたりとかで、サウナ部を作っていたりとかですね、あのまあそんなようなサークル活動、まあ、勝手にサークル化しているような、ね、そういうのがたくさんあってですね、あの非常に上下関係なくですね、部署とか年次関係なく、あのいろんな方々がまあ交流しているというところが、まあ非常に我々 あのいい部分かなと思っております。はい、あとはですね、まあ今まで特徴をお伝えしてきましたけれども、まあ、当社で働くというところに関してですが、まあ我々 NTT 都市開発で働くと、まあ、社員個人のスキルアップというところをまあ非常に促進している環境があると考えています。まあ、自分たちがこういうふうに成長したいっていうような理想とするキャリアだったり、まあ、こういうふうに生きたい、こういう人生を過ごしたいっていうものに対して、まあ、非常にバックアップしていく体制が NTT 都市開発は取っている、まあ、もちろんその NTT グループのやっぱり福利厚生っていうところの考え方がですね、まあ、我々もディベロッパー業界の中では、まあ、そういった部分は非常に特徴的なのかなと思ってまして、あの、まあ、こういうふうにですね、キャリアビジョンというところで、まあ、入社しておおむね3年ぐらいはですね、まあ、こう育成期間というところで、まあ、しっかりこう面談、人事担当や会社側への面談を通じて、どういうふうにキャリアビジョンを歩んでいきたいか、みたいなことをこうしっかり会社側に伝えていくような場を持ったり、で、まあ、ジョブトレーナー制度というものもあってですね、まあ、いろんな会社さん、そういった制度を取り入れられていると思いますけれども、まあ、我々も比較的年次の近い先輩社員がですね、まあ、トレーナーという立ち位置で、仕事を一緒に見てもらえるというところです。まあ、そういったような制度を取り入れつつですね、まあ、2部署目、3部署目と、まあ、私みたいに7年目、10年目っていうふうになってくると、まあ、プロフェッショナル性をこう磨いていくだとか、マネジメントスキルをこう磨いていくだとか、まあ、いろんなあの成長の仕方があると思いますので、それもこうしっかり成長していけるように、まあ、1年に1回会社側とはこう面談をやりながら、どういうふうに成長していきたいか、どういう仕事をやりたいかというところですね、会社がバックアップしてくれるというような仕組み作りをしています。はい、あとちょっと特徴的なのは、まあ、業界随一の資格サポートというところで、まあ、これがですね、あの、まあ、非常に我々多くて、ディベロッパー業界の中でもかなり極めてあの高いんじゃないかなと思ってます。140近くの資格の奨励制度を持っているというところもあって、まあ、これが非常にその個人の自己啓発につながっているのかなと思っています。はい、あとはまあ最近ですね、まあ、コロナ禍もあって、リモートワーク非常に増えてきました。で、安心して働くための仕組み作りということで、まあ、子育てとかも両立しながらやっていきたいので、まあ、そういった意味でスーパーフレックス制度を導入して、まあ、いつ働いてもいいというような、制度を活用したりとか、まあ、その他いろんな福利厚生制度が充実していますよというのが、我々の働き方としての特徴かと思います。はい、まあ、ここまでですね、特徴と、まあ、それから働き方みたいなところを踏まえて、なんとなく NTT 都市開発の特徴を分かっていただいたかなと思いましたけれども、まあ、新たな街づくりというところで、まあ、我々最近どういうことをしているんだろうということで少しご紹介させていただこうかなと思います。はい、まあ、最近ではですね、東京工業大学さんとの、まあ、共同事業というところでですね、まあ、多摩地キャンパスの土地を活用するような事業をさせていただくというところで、まあ、大学×まあ、オフィス×商業施設×その他もろもろみたいなところでですね、新しい賑わいを生んでいくプロジェクトをやったりですとか、あとは日比谷内幸町でのまちづくりというところで、まあ、日比谷エリア内幸町エリアでの、まあ、大型の大規模をまちづくりというところで、まあ、いろんな事業者さん、いろんな地権者の方がいらっしゃる中で、まちづくり方針を統一してですね、連携したまちづくりをしていこうというところで、我々当社は中地区にが、まあ、NTT グループの土地とかですね、建物が多いので、まあ、メインでさせていただくんですけれども、各事業者の方と連携した計画を行っていたりですね、あとは京都ではですね、歴史的建築物を生かした、まあ、開発をやっていると。というところで、まあ、これまでの、まあ、京都は非常にこう文化、日本の文化というところだったり、まあ、根付いているものがですね、非常に色濃く残っている町です。そういったものをうまく生かしながら、ICT だったり、我々の町づくり、ノウハウみたいなのをこう活用しながら、まあ、さらなるあのにぎわいを呼んでいくというところで、まあ、こういった京都のプロジェクトもやっているというのが、我々の最近の、まあ、取り組みですね。はい、気になる方はまたホームページを見ていただければ、いろいろリリースが載ってますので、はい、見てください。はい、ちょっとここまで駆け足でですね、当社の、あの事業紹介させていただきましたが、今ですね、ウィンターインターンシップの応募始まっております。で、
我々はですね、2022年の1月の中旬頃からですね、2月の中旬頃というところで、4ターム計画をしていて、会場はそれぞれ東京と大阪というところで、今、予定をしております。で、4Days のインターンシップで、実際に現場社員ですね、皆さんの先輩社員のような形になってついていただいて、実際のプロジェクトに携わって、いろいろワークだったり、企画だったりしていくというような、本当にデベロッパーの、こうやることがこう凝縮されているようなインターンシップですので、ぜひですね、皆さん、ふるってご応募いただければなと思います。はい、エントリーはこちらですし、今日の概要欄にもですね、載ってますので、ぜひ皆さん、ご応募をお待ちしております。これです。全然デベロッパー業界、文系、理系問わず、全学科の学生さんが対象ですので、はい、実際に働いてみないとやっぱ分からない部分あると思います。ぜひご応募お待ちしております。はい、というところで私の方からですね、会社説明以上で終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ここからですね、学生さんからいただいている、Q&A のコーナーに移れればというふうに思っております。でですね、ちょっと多分お時間に対して質問が多すぎるぐらいの感覚ではあるので、はい。おそらく清水さんのキャリアだったりとか、はい、どういったところで就活の話とか、あとは会社の話とかいろいろあったりもするので、ちょっとまず清水さんのところにちょっとスポット当てながらお話しいただければなと思って、はい、まず、就職活動されていた時のお話ですかね。はい、なんで NTT 都市開発入社をされたのかっていうところをまずお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。そうですね。私も就職活動している中でですね、NTT 都市開発を選んだ理由として、端的に言えばですね、すごく自分が働く姿とか、その自分のそのキャリアビジョンみたいなものが、すごく明確にイメージができたっていうところが非常に大きかったです。ディベロッパー業界、皆さん、いろんな会社さんいらっしゃって、いろんなプロジェクト、いろんなエリアで展開をされていて、各社さんの色だったりだとか、得意なエリアっていうところももちろんある中で、そのやっている事業内容だったり、仕事の働き方だったり、そういったところはこう大きくは変わらない部分かなというところで、もちろんネームバリューとかですね、そういったところもあるかなと思ったんですけど、やっぱりそのあたりは、より業界を知っていったり、より自己分析をしていく中で、自分がどういうふうに働きたいかとか、どういうふうに成長していきたいかっていうのを、やっぱり NTT 都市開発の社員の方とかですね、あとは専攻が進んでいってなんですけど、やっぱりその自分が思い描くような先輩社員がすごくこういろんな方にお会いできてですね、なんかこう3年目の社員の方でもすごく自分がものすごい仕事を回してるっていうような、自分のプロジェクトをものすごく語れる人がいたりとかっていう方が多くてですね、すごく若手の頃から主体的に自分の考えを持って動いている方が多かったので、やっぱりそれだけ若手に対して期待されている部分もあれば、やっぱり自分も3年後そうなれるのかなとい こう漠然とした思いも描きながらですね、憧れから少しこうこの会社に入って成長していきたいっていう強い思いに変わってきたっていうところで、選考が進んで NTT 都市開発さんも清水が欲しいと言ってくれたというところは、最終的なご縁の部分かもしれないですけど、はい、それで NTT 都市開発を私は第一志望で選んでたところであります。はい、ありがとうございます。ではですね、せっかく清水さんこうご登壇いただいて、現場での経験というところで、清水さんのこう印象に残っているプロジェクトって何ですかってご質問をいただいているので、こちらとかはいかがですか。わかりました。そうですね、そうしましたら私の背景に映ってます、ウィズ原宿ですね。すごい。ちょっとそういう伏線を張ってまして、はい、言われた時より、はい、私はそうですね、実はウィズ原宿がですね、これは全然我々 NTT グループの土地とか全く関係なくてですね、外部の土地を入札で買ったというところで、我々 NTT 都市開発が、すごくチャレンジングなプロジェクトをやっていくという中での代表例かなというところなんですけれども、実はこのプロジェクトが始まったのがですね、2015年というところで、皆さん思い返したの、清水が入社したのは2015年というところで、僕と同期なんですね、このウィズ原宿ですね。はい。で、実際にですね、このウィズ原宿が建つ前の建物時代からですね、私も結構ゆかりがありまして、で、新入社員の頃から、このプロジェクトに携わることもできまして、で、実際にこう、管理という側面でしたけど、建物が出来上がって、じゃあどういうふうにこのプロジェクトの中で、こうみんなが幸せな空間を過ごしてもらうためにはどういうふうな体制で管理をしていこうみたいなところから組み込んでですね、
無事出来上がって今に至るというところで、すごく思い入れというか、と共に成長してきた物件かなというところで、ウィズ原宿を、はい、代表例に挙げさせていただきたいと思います。はい、東京に住んでる皆さんはぜひお買い物に。はい。ありがとうございます。ちょっと、はい、私も行ってみたいなという。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい、ではですね。じゃあ次の質問を連れればと思っていまして、はい、こう上下関係がしっかりしているイメージがあるんですけども、うん、もう縦と横のつながりとか実際どうなんですかっていうご質問はいかがですか。そうですね、非常にそれこそやっぱりかなり上下関係っていうところは僕もその入社してですね、結構 NTT というグループなので固いイメージなのかなというところが非常にあったんですけれども、全然そんなことなくてですね、皆さんすごくフランクで、兄貴分みたいな先輩だったり、姉御みたいな先輩がいたり、全然その僕も後輩に対してはやっぱりそんな固く上下関係を押し付けるようなことは全くないですし、こうなんていうんですかね、やっぱり我々 NTT グループの中でもそのディベロッパーということで、非常に若い会社でっていうのがお伝えした通りなんですけど、やっぱり人数もやっぱりそんなに多くはなくてですね、それだけやっぱり社員同士がすごく密に関わることが多いというところもあって、それぞれがこうすごく濃厚なコミュニケーションを取っていかないと仕事も前にこう早く少数でこう精鋭で進めていかなきゃいけないので、やっぱりそこはみんなも心がけているところだと思いますし、やっぱりこう変な、なんだろうな、こう隔たりというか上っ面で仕事をするんじゃなくてですね、やっぱりこうしっかり入り込んだ人間関係でやっていくといいものが出来上がってくるっていうところは、こうなんかみんなこう根底にあるのかなと思って、そこがやっぱりこういろんなサークル活動だったり、一緒にキャンプ行ったりだとか山登りしたりだとか、なんかそういう風なところにつながってくるのかなと、はい、思ってます。ありがとうございます。はい、ではですね、じゃあ続いてのご質問を移れればなというふうに思っていて、はいはい、清水様がこう入社したから感じる、はい、御社の強みと、あとは逆に課題っていう部分をお伺いしたいですっていうご意見もありました。いかがですか。はい、分かりました。そうですね、強みというところでいくとですね、いろいろあるんですけど、その今言った少数性というか、すごく社員同士のこう結託というか、コミュニケーションが強いというところと、うん、私はその同期11人というところで非常に少ない中で、一、うん、人も辞めてなくて、で、やっぱりこの会社を大きくしていきたいとか、ここで成長していきたいという思いが強いというところで、やっぱりみんながこう流れる DNA みたいなところがですね、すごく強いというか、みんながこう共通認識を持っている会社なのかなというところですかね。というのは社員の話で、あとはNTT グループというところもあって、ちょっと冒頭お伝えしたNTT グループ各社のノウハウを使っていくというところが、そういう体制にしてですね、今後大きな街づくりだとか他社さんに真似できないような魅力的な街づくりをしていくとできるというところが、我々の強みというところになるかなと思ってます。逆にその課題っていうところでいくと、その新体制になったのがちょうど今年でですね、まだこれからその事業を伸ばしていこうというようなスタート地点に今立っているような状況ですので、やっぱり我々が掲げた目標っていうところ、に対して着実に事業を実施していかなきゃいけないですし、まだまだ我々まちづくり事例がですね、蓄積できてない、今まだ企画中のものが多数という段階ですので、やっぱり課題というか使命っていうところになるんですけど、一つ一つ確実にプロジェクトを進めていってですね、我々が街づくりをしっかりやっている会社というところで、各全国の皆さんです、ね、にこう認識されるような会社にこうなっていくというところが、課題、使命かなというふうに思っています。ありがとうございます。ではですね、ちょっと続いて、あと数分になってしまってきているので、質問が、たくさんあるので、ちょっとかいつまんでいければと思っていて、地方創生みたいな観点だと、どういった、ちょっと説明の中にあったかもしれないんですけども、事例がありますかだったりとか、どのあたりの地域が強いとかってあったりされるんですかっていう質問をいただいたりするんですけど、いかがですか。そうですね。はい、ありがとうございます。特に地域が強いというのはですね、ないですというのが、答えかなと思ってます。我々 NTT グループのその土地とか、建物って全国に散らばっているというか、点在してますので、やっぱりその全国に強いというところが我々かなと思ってます。その中でも我々特に今力を入れているのは主要都市
を力を入れてはいるんですけれども、まあ、今後いろんな地域でですね、開発はしていくかなと思ってます。はい、ちょっと端的にそんな感じです。ありがとうございます。はい、ではですね、あとはまず、こう現場を経験してきたが、清水様だからこそ、はい、本当に苦しかった経験とか、どんなことですか、はい、あとはまあ乗り越えたのが、どういうふうに乗り越えてきましたかっていうような、そうですね、はい、はい、ご質問もございます。そうですね、つらかったというか、大変だったけど、やりがいがあったのは、やっぱりその、不動産プロジェクトをやっていくときに一番大変なことはやっぱその走り出しの瞬間ですね。まあ、土地を買うだとかプロジェクトを正式決定するっていう瞬間、やっぱりその、まあ、物事多分発信のところが一番エネルギー使うっていう車と一緒だと思うんですけど、やっぱそこがすごく大変でですね、まあ、土地を買うっていうのと本当にいろんなそれこそ泥臭い部分でですね、いろんな側面からリスクヘッジだったりだとか、本当にそこで我々が事業性を確保しながらディベロッパーとしてちゃんとした街づくりができるのかっていうところをこういろんな側面で検討したりですね。で、まあ、プロジェクトをやるということになりますので、まあ、いろんな合意形成、社内の合意形成だったり、社外の方と、まあ、コンセプトメイクみたいなところから始まって、まあ、合意形成を図ってですね、で、予算も決めて、スケジュールも決めて、で、まあ、リリースで発信してみたいなところまでこうやってですね、世に、まあ、我々のプロジェクトを生み出していくっていうところが、プロジェクト担当者としては一番走り回った瞬間だったので、まあ、すごく大変でしたけども、走り出してからは、まあ、楽ではないですけど、まあ、走り出したなっていうところで、非常に実感は湧いてくるので、そこが一番大変でした。ありがとうございます。ちょっとここに付随するご質問で、はい、充実感というかやりがいを感じる瞬間はどういう瞬間ですかっていうご質問もございまして、はい、こちらはいかがですか。そうですね、まあ、今のそのプロジェクト化をするっていうところはもちろんやりがいはあるんですけど、やっぱり私その開発系3年やってる中で、実はその一つのプロジェクトはですね、用地取得のプロジェクト化決定の瞬間から、建物が出来上がる瞬間、開業する瞬間までを実は一通り経験させてもらってまして、ずっとこう設計がやって、まあ、更地の状態でですね、土地がそこから工事が始まって、まあ、ゼネコンさんだったり設計会社さんと一緒に協力しながらですね、まあ、あっという間にこう建物が立ち上がっていってですね、まあ、何百人って言うとあれなんですけど、すごく大勢の職人さんが現場に入って建物を作っていってというところで、僕らが思い描いていた空間だったりものが出来上がっていくって言って出来上がってですね、その建物の屋上に立った時の景色は最高でした。めちゃめちゃなんか伝わってくる感覚があります。ありがとうございます。じゃあちょっと最後のご質問になってしまうかもしれないんですけども、なんかこう清水様から見て NTT 都市開発っぽい人というか、多分こう活躍されてる方とか、はい、なんかこう同様の方とか、なんかっぽい人ってどういう人ですかっていうご質問もいただいてるので、最後こちらお答えいただいてもよろしいですか。そうですね、あんまりそれが実はないんですよね、ぽい人っていうのが、はい、それがなんかすごいいいとこで、いろんな人がやっぱりいるので、うん、我々デベロッパー協会、いろんな学部だとか、もう職種とか、学勉を勉強してきた人の背景は全く問わないっていうところがあるっていう、そういうところかなと思ってですね、本当に全然こう似てる人がいないというか、なんか誰と一緒にいてもこう面白い話題が聞けたりだとか、すごい経歴を持ってたりだとか。いうところで、そこが逆にいいとこかなと思ってます。なんかもう誰にでも門戸が開かれてるみたいな感じですね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ではですね、ちょっとまだまだすいません、学生さん全てお答えしきれてないかもしれないんですけども、ちょっとタイムが時間がですね、はい、迫ってまいりまして、ではですね、最後ちょっと告知とご挨拶含めて、いただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。じゃあ皆さん今日はありがとうございました。ちょっと画面だけいただくと、これは見えてますかね。はい、はい、大丈夫です。はい、まあ、改めて、会社説明会の最後でもお伝えしましたけれども、我々 NTT 都市開発として、やっぱり社風とかですね、社員の雰囲気とか、ぜひ、触れていただきたいなっていうのが僕らもう一番ですね。やっぱり自分が働く姿、イメージしてほしいっていうのが、僕も就活の時やっぱりそうだったっていうところもあって、やっぱりそれはまあ、インターンシップだったり、社員訪問だったりというところで、いろんなところを我々ご提供しておりますので、まあ、その中でですね、ぜひ今回はインターンシップを出しておりますけれども、ぜひですね、皆さん、今がやっぱり一番こういろんな会社だったり、いろんな人に会えるチャンスだと思いますので、当社もぜひご応募いただいて、いろいろ知っていただけたらなというふうに思っております。はい、私の方からは以上です。はい、ありがとうございました。はい、これでですね、NTT 都市開発様のタームは終了とさせていただきます。学生の皆さんは、今、どなたか視聴いただいているか分かるようにチェックイン
と、あとはアンケートの方ですね、ご回答をお忘れないようによろしくお願いいたします。続いての12ターム目は、P&G ジャパン様18時50分から開始予定でございます。それでは、清水様、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。吉田様も。はい。失礼します。バイバイ。ありがとうございます。